すぎた。よかった。もう筋トレ大変でした。でもなんか椅子使ってる、なんだっけ、ヨーグルト、ヨーグルトなんかすごいすごい名前のやつ、そう、ちょっと筋トレの名前が、あ、そうそう、ブルガリアンスクワット。名前すごい。そう、あの名前、あ、由来聞いてなかったな。ブルガリアンスクワットめっちゃ気になってたんだよね。ブルガリアンスクワット。そうそう、それちょっとヨーグルトが出てきちゃった。すいません。そう、きつかった。でもまあ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 みたいな、あ、ちょっとツイートしますね。すいません、また配信中にツイートしてしまって。そう、筋トレやらせていただいて、そう。そう、ちかぽんさんにプルプル村って言われてた。そう、じゃあ、よかったです。よかったかな。とっても緊張してたんですよね。そう、すごい緊張して、でもね、聞いて、私緊張症なんですけど、そう、え、緊張症なのって度胸がないイコール度胸がないなんですかね。なんか度胸がないって言われるとちょっとピキッとくるよね。言われたわけじゃないですよ。今日そう、ちょっと、でもすごい楽しかった。全然緊張してるようには見えなかった。そう、なんか私最近何、いや、まあ緊張はしてたんです。でも緊張はしてたんだけど、自分が思っているよりも緊張してる度数よりも周りに私緊張してますって言うことによって緊張がほぐれるというか、なんていうのかな。そうなんですよ。そう、なんか私の緊張の仕方ってすごく、な、何かな、特殊な緊張の仕方するんですよね。最近気づいたことなんですけど、人との緊張の仕方がちょっと違ったのかもしれない。自分から話しに行けててすごかった。もっと言ってください。私そう言ってもらわないと元気出ない。もっと言って。そう、頑張ったの。とっても人見知りだし、なんかいつも空気をなんかこの前決めたことガツガツ行く。でもなんかもうちょっと自分的にはもうちょっとガツガツ行けたりとかした方が良かった。でもちょっとなんかその、ま、迷いというか全体のことを見たりとか、そう、振られるの待ってるんじゃなくて偉かった。食リポのガヤではぐいぐい喋ってたよね。あの食リポも注目を集めてたし、おお。いつもよりガツガツいったと思います。はるか村の出し方も良かった。
そう、困らせない、人を困らせないをモットーに今日は頑張ってました。それもちゃんといいね、着眼点ゴンゴンいけてた。それは日向さんです。ガツガツいけてたよ。そうです、めっちゃ喋ってた、バランスが良かったそうです。あ、ニューソンが罰ゲームになってた。あそこも、あそこもとても良かった。なんでファンの人とこんなに、ファンの人っていうか、まあファンの人だけど一応視聴者の皆様なのに、なんで視聴者の皆様とこんなに反省会をしてるんだろうあ、入村していただけた、そう、村民も増えた、そうなのよもうそうなの。まあでもすごく楽しかった、楽しい配信になったから良かったかなって思います。でももうちょっとガツガツいけても良かったかも。なんかどうしてもこう空気読もうとか、この発言でなんか私のことだから、この発言でなんかみんななんか全然違う話に持ってっちゃったら、尺も絶妙なのにこんなことしちゃったらどうしようかと思って、いろいろ思ったんですけど、でも今日はなんかなんだろう、そんなに緊張しなかったです。あ、そうそうそう、あの元日向坂46さんの井口さんにもお会いできたり、そうなんですよね。楽しかった。ミキだけでよく頑張った。ありがとうございます。でも緊張しますってスタッフさんに言いに行ったら、小越さんはだって最近オーサムとかのリリースとかでフォロー室が増えてるんだから、まあ言い訳はできないですよねそう、うん、くまさんありがとうございます。ありがくまさんです。別にプレッシャーをかけてるわけではないけれどもみたいな、まあ皆さんね頑張ってくださいねはい、この前インスタでもショールームでもご報告した通り、私は言い訳というか逃げ道を作らないとガツガツ、ハートありがとうございます。でも度胸がないの、ちょっと Google で検索するね。意味、緊張してたりすると度胸ないってどういうこと、ちょっと Google で検索します。あ、別に言われたわけじゃないですよはい、物事に動じない心、ハートありがとうございます。私はでも別にここで言うことじゃないけど、
緊張してる緊張してるっていうことで緊張をほぐしてたりとかっていうのがあるからです。先に行っちゃうのはいい方法そうですね、はるるんは度胸ある。そうだよね、そうだよね。なんかさ、緊張症とか度胸あるよね。そうだよね。総取りの時も超緊張してたらなんか言われたんだよね。あいうそう、でも私本当に何でもかんでも緊張するんです。これまでのリカちゃんとの絡みから成長した感じした。本当ですか？そうなんです。なんか全然、いやリカさんには及ばないけど、でもなんかリカさんと一緒にお仕事させていただいてる中ですっごい学ぶこととかもあるし、あこういうことなんだな、こういうレベルなんだな、こういう、なるほどって思うことがとってもあるんです。だからリカさんとお仕事させていただけるのはすっごく嬉しいけど、なんかなんだろう、私オーサムとかのあのなんていうの、そのリリースに向けてだったりとかのそのお仕事とかは結構日向さんとかリカさんとかその本当にめっちゃ頼りにさせていただいてる先輩方とあの一緒にお仕事することが多かったんですけど、でもなんか最近は先輩がいなくても一人でも頑張れるようになりたいなって思っているんです。実はなんか先輩からたくさん学べるけど、なんか先輩、そう先輩がいるとどうしても頼っちゃうとかしちゃう自分がいたりとか、でもきっと自分が先輩の立場になったとしたら多分後輩をなんか育てなきゃとか、なんかもし後輩が喋れてなかったらうまく振ってあげなきゃ、でも自分のこともちゃんと出さなきゃとか、なんかいろんなことを考えないといけなくなる立場だと思うんですね、きっと。私はまだその立場になったことがなかったから、なんかその立場になった方がきっとその立場に、まあ人と一緒とかじゃなくったとしても一人だったとしてもなんかやっていけれるように、後輩がもしできたらその後輩のことも私が先輩にしていただいたみたいにフォローとかサポートとかできるような先輩になりたいなとか、まあでも段階としたらまず一人、その次が後輩自分みたいななのかな、まあ、後輩がいつかできたらの話ですけどでもなんかすごくそう、日向さんとかとお仕事させていただく、一緒にお仕事とかに行くとあのあれなんです、私の今日個人的頑張ったところポイントはあのとってもね、あの私の声を出すのが苦手っていうのをちょっと知っていただけてたらあれなんだけど、あの日向さんとねお仕事させていただくと、あのその現場のスタッフさんとかにあの入りというかお会いした時にあのぬるっとお疲れ様ですよろしくお願いしますとかじゃなくって、日向さんはあの他のメンバーのこともちゃんとまとめて NGT48 です本日はよろしくお願いしますってちゃんとね引っ張ってくれて、それでみんなよろしくお願いしますって
なるんですよ。それを私何度もあの隣で見てきて、あ、いつかなんか自分がそうやって他のメンバーのこともまとめて言えるようになりたいなっていうふうにそう思って、なんていうの、どうしてもさ、こう入ってきてさ、バラバラにさ、みんなパラ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 さ、お疲れ様です、よろしくお願いしますも、まあいいんだけど、なんか閉まらないじゃないですか。そう、それを見てたから、今日は私がやろうと思ってできたんです。でもなんかやっぱり後輩とかだったらあれだけど、同期だからなんかどうだろうって思ったけど、でもみんなちゃんとついてきてくれたからよかったです。なんか確かに最近私はすごくこういろんなところに出演させていただけたりとかしてるから、なんかちゃんとその間の成長をそう見ていただけたら嬉しいなというふうに、すごくすごくもうとっても私にとってはとっても勇気がいること。後輩とかだったらあれだけど、なんか同期だったらどうだろうとかいろいろなんかすごい深読みしちゃうんです。私のその深読み癖があるんだけど、そう、でも昔よりやっぱり大きな声で挨拶するとか基本的なこととかはちゃんとしないとだから、ルルンがその挨拶するのに何の違和感もない。本当ですか、よかった。うん、なんかだからすごく具体的な話です。とっても先輩から学んで自分のお仕事の時につなげられたこと、その1に入るようなとっても具体的な話。日向さんの姿を見て、そう自分もなりたいなって思ってやりました。でもすごい NST 祭りさんに個人的には出演させていただくのは初めてだったから、そう、すごい出演させていただけてすごい嬉しいなって思った。そうなの、共演者の皆さん本当に優しくって、なんかもうあったかい温かい空気雰囲気の中やらせていただけて、すごいなんかもう嬉しい、幸せ。うん、そうなんです。あ、あれミクチャーさんのやつも、内緒哲学も結構大きかった。それとキトキュンさん、リカさんと一緒に行かせていただいたやつだけど、うん、内緒哲学大きかったかも。なんかキトキュンさんではリカさんと2人ででだったから、なんかリカさんとの掛け合いみたいな感じだったけど、そこからあの内緒哲学さんに出演させていただいた時はもう芸人さんもう一タレントとしても活躍するアイドル中井リカさんと私みたいな感じで
ちゃんと自分からやってくださいって言われたり、台本に書いてあるからとかじゃなくって、ちゃんと自分でなんか話すこととかも用意しておいて、ちゃんとなんか話すとかすることが本当に、やっぱそういう人をキャスティングとかきっとプロデューサーの方側だったとしたらしたいなって思うだろうから、すごい思って、最初の頃とかは結構なんか振られてからじゃないと話しちゃいけないかなとか、今自分がここで話していいのかなとか、なんかこれやっていいのかなとかっていうことばっかり考えてたから、なんかあんまりだったけど、最近はちゃんと今日も少しずつだけどなんかうまくできるようになってきたんじゃないかなと、また出演させていただけるように頑張りたいなと思います。NGT に振られた時ハルルンが率先して答えてたの本当に印象深かった。嬉しい。でもそれはママにも褒めてもらえたこと、お母様にも褒めてもいただけたこと、その1 うん、お母さん、そう、私一人反省会多いんですよ。あとママとの反省会多いんですよ。なんかでもママは別にその道のプロとかではないから、なんかなんだろう、ちょっとえって思うこともあるけど、でもやっぱり客観的な意見がすごく、私一番客観的な意見がめっちゃ欲しいんですよ。そうだからなんか良かった良かったってばっかりなんか言われるよりかは、良かったとも言ってくれた方がまあモチベーションにもつながるけど、なんかもうちょっと全体的にはとっても良かったけど細かいとか、こうあそこのあれはこうした方が良かったよねとか、もうちょっとこう返した方が良かったよねとか、あーそれ思いました、なんかとっさにちょっとこういう風になっちゃってみたいな、そういう話ができる人がいてくれると嬉しい。やっぱり反省会がとっても大事だと思っているので、一人反省会をしてます。これからそうですね、でもちょっとまだねいろいろやらないといけないこととかがあるからあれなんですけど、でもそうなんかみんなのことを 0.8 秒くらい見てちょっと言うことに困ってるかなって思ったら、ちゃんと自分が言えるようにしようっていうふうに思ってたので、でもなんかそこでもなんだろう、とっさなことに答えるのってすごい難しいじゃないですかね。なんかしっかりこう何段取りみたいな感じで台本とかに書いてあったら、あこれはこういう風に答えようとか事前に決められるけど、なんかとっさにこうなんですかねみたいなことだから、なんか今日はそうね、なんか とっさに答えることはすごい無難なことを話しちゃったかもしれないなっていうのはあります。そこはちょっともうちょっと頑張ろうかなって思った反省ポイント、その1。でもなんか自分ばっかりそんな喋るのもあれだなって思ったりとか、そ
グループ NGT さんどうですかって聞かれた時とか、好きな男性のタイプは無難だと、あ、そうですね、それはなんかそんなに、だって具体的になんか怖くないですか、だって急に現役アイドルそれはさ、もう別に本当に、でも私本当にまた違う話になるけど、本当に優しい人が好きなんです。そう、もう無難じゃないですか、優しい人だなんて。でもなんか面白い回答が来るのかと期待し、そう、でもなんか違うじゃん、なんか違うじゃん、なんかさ違うじゃん、そんなさ下手なこと言ってさ、なんかちょっとなんか違う、なんかに結びつけちゃうようなさこと言ってたらやばいじゃないですか。くまさんありがとうございます。ありがくまさんです。ハートもありがとう。ざわざわしちゃう面白いとか、私別にそんな芸人さんではないから面白いじゃないけど、でもただなんかアイドルとして出演させていただいて、なんかなんだろう、ああこんななんかよくわかんない女の子たちがキャピキャピやっとるわみたいな感じで聞き流されない、見流されないような、ちょっとなんか気を止めたくなるような、なんか一目置いていただけるようなアイドルになりたいなと思って。でもハッシュタグさ NGT48 とNST 祭りがトレンド入りしてたりするのすっごい嬉しい。あ、今すごいよ、これからもスマイルな毎日をがハッシュタグ新潟の1位になってて、これスマイルスタジアムさんのスマスタさんの、そう、あと NST 祭り NGT48 が3つだんだんだんとトレンド入りしてます。嬉しい。ねえ、めちゃめちゃ嬉しいです、ありがとうございます。あ、でも今日は NGT はおしゃべり会もあったから、それもちょっとあるかもしれないけど、ね、嬉しい、ありがとうございますでも本当にスタッフさんも皆さんとっても優しいし、すごいもう雰囲気が大好きでした。本当に皆さん優しく、ベルンの笑顔は世界を救う嬉しい。あ、そうね、 YouTube ライブだったから、ライブ配信のコメントとかも読みながらだったんです。そう、嬉しかった、ありがとう。厳しかったけど無理して配信見てよかった、ありがとう、嬉しいね。エミリーさんは初めて共演させていただいたんですよ。前なんかラジオ局でちらっとだけ初期の、めっちゃ初期の頃お会いしたことがあったけど、その時全然
本当にちらっとだったんですけど、私今日はなんかでも春川村って知ってくださってて、あスパちゃんね、でもやっぱりすごい、本当にすごい方だなって思いました。いやすごいな、本当に学ばさせていただけることがとっても多くって、こういう番組とかにとか他の共演者様から学ばさせていただくことがすごい多いんです。もう毎回毎回自分が、まあ、もうちょっとっていう思いもありつつ、そこから成長していけてるのが自分でも感じれること、なんかそうなの、すごい嬉しいな思います。うん、でもやっぱり自分が目立ちに行きたいんだったら、自分からちゃんと、もうちゃんとガツガツ行けるようにならないといけないなって思いますし、あと失敗を恐れないことも本当に大事だなと思ったので、ショールームで反省会してる、なんかもう違うの、今日のこととかはいろいろ、そう誰かといろいろダラダラ話したくてショールームで話してます。でもみんなが客観的に、なんだろう、まあ本当はみんなも視聴者さんだからみんなの前でこんなことを言うことはではなかったんですけれども、裏話みたいでるし、本当でもまあファンの方はなんか自分とファンの方は一つのチームだと思ってるから、そこはなんか客観的な意見とか私のモチベーションが上がることとかいろんなそうことをちょっとここで共有させていただけてたらとっても嬉しいなと思って、村民です。私のモチベは、ああほっと今日うまくやったわみたいな時があったらモチベです。でも滅多にないです、そんなの私のことなんで本当に、村民はチームであり家族にしよう、素敵ですね。あファンの人の反響モチベ、あそれもそう、なんかあんまり人の言葉とかそんなに素直に信じないかもいや信じるんだけど、なんかあ気使ってそう言ってくださってるのかなとか思う疑い深い、そうなんだよね。でもなんか人って声とか表情とかでそう思っちゃう時あるじゃないですか。あなんかいいとは言ってくださったから、自分の感じたことと結果と自分で思った感じたことが全てです。そうなんかあんまりファンの人は優しいから悪いところとかは言わないけど、なんかもうちょっともうひと踏ん張りっていうのがあった時は多分そんなにいい反響がこう伸びが良くないかもしれないし、自分でもあもうこれはとっても良かったなとか思うし、ファンの方もいいことはどんどん言ってくれるし、そしたら反響がどんどん大きくなるじゃないですか。それは自信を持って良かったなって、そういう判断ですね。自分的にどう思ったかと周りの反応によって
そんななんか無理やりでも反響を大きくしようなんていうことを求めてるわけではなくて、なんかそういうのがちょっと一つの本当に信じられる判断基準かなって思ってます。ヘルルンらしい考え方そうですね。推し補正は働くから、あ、それもあるかも。ファンの人は本当に優しいからでもどんな時でもすごい、なんだろう、めっちゃ励ましてくれるし、全力で励ましてくれるからすごい支えです。みんなは今日はとてもよくできましたよくできました。まあでもじゃあすごい極端な話だけど、もっとうまくできる人はこの世界中に何人もいるわけであるので、完璧を求めるのはとっても大事なことだと思うし、現状に満足しないこともとっても大事なことだと思います。だって今日のやつが完璧だったら、なんだろう、すごい極端な話だけど、じゃあ例えばその今日の配信の一コマを切り抜いた動画がどっかでバズって有名になるかって言われたら、そんなことはないと思うので、そこまで、なんだろう、大きなところを目指してちゃんとなんかトップアイドルになって信頼を受けるというか、この人がいたらみたいな人になって、自分がそう、それでなんか安心感あるよねみたいな言っていただけるような、でもそうだよね、なんかすごいね、今日の共演者の皆さんね、もうめちゃすごい豪華すぎる皆さんだったんですよ。あの筋トレを教えてくださった山沢さん、そう、山沢さん、あの YouTube の登録者数が54万人なの、すごいね。ね。YouTube 54万人って本当、自分も早速登録してきた。よかった。ね、めっちゃすごい。なんか筋トレも結構大変だったんですよ。でもあれを鍛えたら良い体になれると思ったのでいいなと思いました。なんかボディメイクっていう言葉がもう本当に
こいいですよね。ボディメイクってすごい。英語にせんでってブルガリアはるかになる、なんでいや、なんかこれからもお家でねすごい簡単にやれるものを教えていただいたからやりたいなって言ってるだけで、別にブルガリアはるかになるとは言ってない。名字みたいにブルガリアはるかです。ムキムキな、そうちょっと別にムキムキまでいかなくても、でもね、なんかすごい筋肉鍛えられる方ってなんかたまにテレビとかでも見てたりするけど、その山澤さんを初めて、私そんな方とお会いしたの初めてだったんですよ。うわ、本当に筋肉があるんだなっていや、そりゃそうなんですけど、なんかそのお話いただいてからそのね、どんなんだろうって思ってすごい調べてたりしてたんですよ。で、めっちゃムキムキって、そうそうなの、そうなんですよ。すごいなって思ってたけど、そうね、筋肉を鍛えられる方ってさ、結構こうなんていうのかな、その生き方とかさ、なんていうの、自分の中に決めたルールとかさを毎日やりますとか、すごい尊敬できるなって、なんか初めてこう筋肉の方を見て思いましたね。ストイックにね、そう趣味みたいな、なんか好きになるまで行くのがすごいですよね。不思議じゃないですか。あ、そういえば私タイピングはちゃんと続けてるんです。疲れたとか忙しい、忙しいなんて言ったらなんかあれだけど、タイピングは続けてるの。この前ね、最高点が出たんですよ。ちょっと前まで56点とかだったんだけど、62点が出ました。また得点が伸びましたなんか結構昔前よりちょっとなんか伸びが遅くなってきてるんだけど、最近ちゃんと、前まではもうとにかく無我夢中で打ってたんですよ。でもなんか指の配置とかあるじゃないですか。それをちょっとだけ意識してみようかなと思って。え、みんなさ、タイピングさ、あの正しい指の位置でやってますか？でも正しい指の位置で、大人の人でもぶっちゃけやってない人もいるくない？なんか本当にできる人は多分正しい位置でやってるんだろうけど、でもなんか思うんですけど、小指動かなくないですか？小指動かすくらいだったらなんか薬指動かしたくない？そうだよね、我流です。小指ってなんかさ、打ててるかどうか分かんない。小指鍛えるすいませんそうそう、小指、あとなんかさ、その左手を今まで結構その、例えばさ、 SA って打つ時だったらなんか中指薬指ってやってたんですけど、私違う、今までは右手がすごい助けてたんですよ。もうほぼ左手は A とかしか打たないような状況になってて、右手で S って言って A って押してたんですよ。でもそれをやってると、その右手がサッの S って押してる時に、こっちに行きたいけど、意外、それはすごい実感したんです。
そう、右手が助けないで左手がちゃんとちょっと頑張った方が絶対次の動きがスムーズにいくってことに気づいたんですよそうなの。でもそしたらなんか左手がすごい疲れちゃって、慣れればいいのかな、慣れるとできる、ほんとなんか左手がねやっぱ疲れるんです、エレクトーンのイメージ。あ、だからそのエレクトーンの時も私16連符は絶対右手使うんですよ。左手で16連符って結構ハードル高くて、そうなんかエレクトーンはね左手は基本和音とか抑えることが結構多くって、かわいい、ありがとう。ギターの小指も初めは動かない。そうなんだ、確かに大変だ。たこ焼き、ほっぺです。ばあちゃんに教えてもらおう。ピアノやってる人はさ結構指鍛えられるって言うと思うんですよね。私エレクトーンだから指も軽々で、そうなんですよ。でもまあ何もやってない時よりは全然動くけど。オーサム行く。え、もうそんな、あ、本当だ、ありがとうございます。50分になったということなので、じゃあちょっとオーサムを歌っていただきたいと思います。小指なんて指切り玄米以外に使わない本当ですか、よいしょ。今私王様を歌っていただきたいって言いましたかじゃあちょっと皆さんもぜひ一緒にどうぞはい、じゃあ歌っていきます。まだ三角が出ません。なんか今日めっちゃショールームの私の多分端末なんだけど調子が悪くって、え、なんか本当に行かないんだけど、どうしよう。なんかプチってめっちゃ切れたんですよ。あ、待って、ダメかもしれないピエン、三角形が、あれ、おかしいなあれ、おかしいなあれ、でででででで、で、ででででででで大丈夫ないです。見えてはいる、ほんと。ちょっとでもなんか三角形が出ないです。待って、ミラーボール申し訳ない。じゃあアカペラか。私アカペラ本当にちょっと不安、ま、前もちょっと歌ったけど、アカペラ、アカペラ、はい、じゃあ一緒に歌うからアカペラで。本当ですか、みんなで歌うよあ、ちょっと最後の最後までかけたんですけど、
まあ三角が出なかったということなので、じゃあちょっとアカペラ失礼します、いきます、ちょっといきますみたいなの恥ずかしいので、ちょっとあの心の中で、すいません、早く歌いますね、ごめんなさい。ローランリレリローラーローランリレリローラーローランリレリローラー、おー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 、久しぶりだよね、お元気ですか、ようやく会えて本当よかった、やっぱ人間直接顔見て見つめ合って Say Hello、あれから何してこうしてました、そんなことどうだっていいよね、人に乗って踊ろうぜ踊るしかないし、やっと近くに来てバスタム、だって今日だけは全て忘れて、もっと激しくステップ踏んで完全燃焼さん、みんなでおさん、みんなでおさん、みんなでおさん、みんなで愛し合ってるか見せつけてやろうじゃん、本当の自分さらけ出せ baby、 おさん、みんなで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 盛り上がってるかやばいくない、あいつもこいつもハッピーでルール無用、おおおおお、降ってた雨もやったがって、あんなに星が綺麗に見える、どんな涙もいつかは乾くよ、とっておきの笑顔を見せて、生きていろいろとあるもんだけど、どうにかこうにかわかん、頭からにして揺れよず体が勝手にグルーブしてくるレスパティ、ずっと夢見てた今日が来ることを、そんで自由を手に入れた、オールナイトで騒げ、おーさん、キッポーよ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 、信じ合ってるか、誰、愛の力は、何があっても永遠だよ、へいがそーさん、キッポーよ、おーさん、キッポーよ、おーさん、キッポーよ、おーさん、キッポーよ、信じ合ってるか、誰よりも今日の空を忘れるな、また会おう、ローラリレリローラ、ローラリレリローラ、イエーイ、これから先も何があるか、一寸先の未来は闇だ、心配ばっかりしたって始まらないだろう、だから今は踊れ踊れ、無我夢中でエンドレス楽しくやろうぜ、おーさん、みんなで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 愛し合ってるか見せつけてやろうじゃん、本当の自分さらけ出せ baby、 おーさん、みんなで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 盛り上がってるかやばいくない、あいつもこいつもハッピーでルール無用、おお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 ということで、今も王様はぐるぐる中なのですが、ちょっとアカペラでねやらせていただいて、もう時間がないかな、じゃあちょっとランキングの方をお読みしたいと思います。13位の方からいきます。13位、サルミヤッキさん。12位、サカケンさん。11位、マッハさん。10位、マンナジャさん。9位、ブンセイさん。8位、タダッチさん。
7位ゼータンさん、6位おしょうさん、5位ゆうとさん、4位いかっちさん、3位とよさん、2位なかむんさん、1位ぐっちさんです。ありがとうございます。はい、ということでですね、あ、じゃあちょっとはるか村の条例はいけるかな。じゃあはるか村の条例を復唱させていただきます。はるか村条例復唱いくぞ。おー、村から出ない、村から出ない、村で過ごす、村で過ごす、村で村の外の告知をしない、村で村の外の告知をしない、はるかに集中、はるかに集中、村から出ないというより出れない、村から出ないというより出れない、見えるのははるるんだけ、見えるのははるるんだけ、村でエンジョイ、村でエンジョイ、はるるんは優しい、はるるんは優しい、はるるんをそれはそれは熱く押す、はるるんをそれはそれは熱く押す。はい、ありがとうございます。ということで今日は NST 祭りさんありがとうございました。ご覧になっていただいた方ありがとうございました。あの、見逃しちゃったっていう方も NST さんの、あの YouTube の方でアーカイブ配信がありますので、ぜひお願いします。ありがとう、おやすみなさい。ぜひフォローもよろしくお願いします。